ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。で今回はちょっとこちらを、はい、あそうですね、カンペをちょっと持たせていただいて、はいはい、ご紹介させていただくお車がこちらポルシェマカ、マカ、はい、でこれなんでカンペを持ってるかっていうと、オプションが今回の車盛りだくさんで、はいはい、なってるっていうことなんで、はい、ちょっとカンニングさせてもらってお届けいたします。はい、はい、ですごいことになってますけれども、はい、ちょっとその辺を含めて内装の紹介からお願いしてもよろしいでしょうか。はい、わかりました、はい、まあ見ていただいて分かるように、ワイドになっちゃってます、ね、ワイドになっちゃってます、はい、テックアートのワイドボディ、はい、外装に関しては、はい、コンプリートカーと同じ内容となっております、はい、あとは当然アルミホイル、はい、テックアートではなく、はい、東京店、はい、特にショップの内山店長一押し、はい、アメリカの鍛造ホイールですね。アメタンですね。そうです、はい、ADV1ヨーロッパチューナーとアメタンをこう組み合わせちゃう、はい、そうです、はいはい、ボンドスタイルな、ボンドスタイルな感じですね、はい、車ですね、はいはい、まあ、何がすごいかっていうと、デーラー車でここまでやってしまってるっていうのが、はい、あ、そうですね、はい、本国から例えば作って持ってきているっていうなら当然で、はい、車検とかいろんなことをクリア しやすいんですけど、はい、こちらはわざわざ、ボンドカーズとして新車を売って、その買っていただいたお客様にファーストオーナーの方が全部ほぼほぼ全部ここまで作ってしまったと。購入された直後にもうほぼほぼこの形、もうこの形です。はい、はい、すごいです。すごいですね、はい、はい、ちょっとじゃあ前回りから見ていきましょう。いいでしょうか。はい、はい、まず、はい、フロント周りですけど、はい、テックアウト、当然テックアウトなんですけど、この下の部分が全部テックアウトです、ね、そうです、はい、あとここですね、はいはい、がテックアウトです。はい、はい、で、この辺なんかも塗られてるんですね。そう、塗ってあるんですね、はいはい、で塗ってあって、あとこちらここはカーボン出してあってっていう感じですね、はいはい、で、ここがグレーでグロスブラックのカーボン、はい、でこちらもグロスブラックとなってます、はい、でよくよく見るとこちらも通常のターボ の、はい、2段になってる LED のものと違います、はい、これテックアウトのものなんで、はい、こちらもものが違いますという感じですね、はい、迫力の前回りになってると。そうです、はい、で前回りだけで言うと、はい、まあ同じ流れで言うとこのヘッドライトですね、はいはい、インナーブラックになってるってことですね、はい、PDLS 付きの規制の、これもオプションですかね、はい、新車時オプションになってます、はいはい、もう本当にいろいろありすぎて、そう、はい、ちょっと大変なことになりすぎて、はい、でここにボールが入っております。ちょっと待ってください、それわかりますか、ですね、土、ちょっと待ってください、はい、アダプティブクルーズコントロール、そうです、はい、それもオプションです。24万7000円、そうです、はい、海援なんかも全く同じような感じで、ここが切り込み入れられてて、はい、このセンサーがついてる、そう、センサーがついてます、はい、結構じゃあマカンも、うん、そのポルシェ そのオプションでこういろいろ組み立てていくのに、うん、例に漏れず、そうですね、はい、オプションが非常に重要になってくるってことです。非常になってきます、はい、うん、じゃあもうグレードよりかもこのオプションでこう車を選んだ方が充実したものが、はい、そうですね、はい、ボンドグループとしては、はい、マカンに関して言うと、はい、ターボを扱っているケース、はい、台数が多いんですけど、はい、その中でもやっぱりオプションの内容を吟味してます、はい、でどの程度ついてるかによって、はい、数十万から100万超えの車両の価格差が出てくるっていうお車です、はい、まあ、それは全体的にポルシェに言えることだと思います、はい、なるほど、はい、でサイドに回り込むと、はい、これど結構出てますよね。3センチぐらい出てますぐらいですかね。結構ワイドになってます、ね、結構ワイドになってます、はい、実寸というよりも見た目のデザインが、はいはい、こう1段こう、そう出てますから、もう1段、そうですね、はい、うん、なんで実際の実物を見てもらうと強調されてる感じがよくわかると思います、はい、そうですね、あとここがちょっと隙間が空いた感じの、はいはい、ちょうどこうアクセントがついた、そうですね、ちょっとダクトとまではいかないですけど、いかないですけど隙間が空いてる感じ、そう、はい、立体感のあるオーバーフェンダーがですね、はい、うん、なってます。ボディがやっぱり一回り大きく見えますよね。そう、はい、全体的に車高が低いんですけど、はい、ワイドになってるんでより強調されてる感じはありますね。そうですね、はい、でボディ自体はこれアウディの Q5 とシャーシがなんか共通っていうことで、そうです、はい、まあ、開演より一
回り小さい。一回り小さいですね。はい、けどこうワイドボディになってるんで、ものすごく迫力のあるスタイリングになってると。うん、そうですね。はい、でもマカンっていう車種で考えると、もともとが幅広い車なんで、はいはいはい、より一層強調されてるっていう感じはありますね。なるほど。うん、これサイドステップとかは、これはこれサイドステップも塗ってあるだけですか。はい、これ塗ってあります。はい、うん、これは純正のものをじゃあグロスラックにペイントしてる、はい、あボディ同色か。そうです、ボディ同色にペイントしてる感じですね。はい、はい、ここもボディ同色になってるんですか。あ、一応ボディ同色です、ここと、はい、この辺とかももともとボディ同色ですか。そう、でもこれは確か後、はい、後じゃなかったような気がする。なるほど、あ、それと曖昧です。はい、はい、そしてリア周り、はい、リア周りもすごいっすね、これ迫力が。さすが、ね、はい、テックアートって感じです。はい、ルーフスポイラーとトランクスポイラーと、そう2段です。そしてリアのバンパーのスポイラーと、はい、はい、そして今回マフラーもなんと、はいはい、テックアートですね。テックアートです、うん、はい、もう外装がもうだからコンプリートになって。そうです、外装はもうコンプリートと同じような内容で作ってあります。なるほど、はい、そしてこのエンブレムなんかもちゃんとボディ同色に、うん、そうですね、はい、はい、こちらはグロスブラックで塗ってあります、はい、めちゃくちゃ引き締まった感じになっております、うん、はい、いやすごいっすね、これなんか外見、ね、もう真っ黒黒で、真っ黒黒、はい、迫力のボディで、うん、なんですかね、ちょっとあの、はい、背がそんなに高くないせいですかね、はい、変な威圧感は感じないんですよ。あ、そうですね、はい、はい、だから本当あのかっこいいと思います。なんか このシルエットでものすごくスポーティーというか、うん、そうですね、はい、なんかあのもともとが、はい、あのマカンって意外とその高さがない、はい、あとは長さがない、はい、でも幅がある、はいはい、なのでちょっと言い方変ですけどちょっとポテッとしたっていうか、はいはい、ポチャッとしたっていう感じがあるんですけど、はい、こういうスポイラーの関係、あと車高とホイールの関係のバランスだと思うんですけど、はい、意外とこう精悍な感じに。そうですね、はい、なんか SUV のシルエットなんですけど、なんかちょっとこう、うん、911シリーズにもつながるかなみたいな、こう、そうですね、ちょっとワイドでっていう感じなんです、うん、はい、なんか雰囲気がエクステリアですね。そうですね、うん、こんな感じでしょうか、はいはい、いや本当にでも全部真っ黒ですね、窓枠とかそうエンブレムとか、ね、全部真っ黒ですね。テールもなんかそうちょっとスモークがある感じ で、うん、はい、でも逆にその重視のパーツがないんで、うん、ものすごく高級感ありますよね。そう、はい、いいですよね、全体的にまとまっているので、はい、そうですね、はい、トータルではいいと思います、はい、911とかでも結構これオプションで塗らないとここがザラザラだったりとか、そう、あの結構ザラザラポイントあるんですよね。そう、はい、樹脂のままだったりするので、はい、やっぱりこれはボディ同色塗るのは必須ですね、はいはい、すごくいい感じに高級感が出ております、うん、ですね、はい、あとフロント周りがプロテクションフィルム、はい、この個体でいうと一応貼ってありますと、はい、あ、そうなんですね、はい、あ、ちょうどここでつないである感じですね、うん、フィルムの大きさでどうしてもここまでねっていう感じ、はい、長さがってことですか。そうなんですよ、はいはい、企画でじゃあ前回りも全部、はい、貼ってあります。ガードされてるって感じですね。そうですね、はい、はい、そしてホイールやっぱりすっごいですねこれ、うん、もうコンケーブがフロントでこんなに逆反りしちゃってますからね、うん、かっこいいでしょ。かっこいいです。あのボディあのなんですか、ボディのデザインとか色とか、はいはい、バランスよく出来上がってるかなと思います、はい、そしてこのワイドボディだからなせる技だと思うんですよ。この大きいキャリパーがついててこれだけコンケーブしてるっていうのが、うんうん、はい、でサイズがこれ22ですかね。そうです、275-325-22、すごいサイズ入ってますね、はい、これ、サイズがね、そう、で、あとコンケーブしてますね、すごい。リアが、はい、305-302 はい、はい、あのコンパクト SUV なのにスーパーカーと同じサイズみたいな。いや本当っすよね、はい、そしてそれがはみ出てないっていう、はみ出てないっていう、はい、すごいです、すご、はい、そしてじゃあいよいよあのオプション満載ポイントの内装をちょっと見てみたいと思います、はい、内装すごいすごいですよね。すごいです、真っ赤かすね、はい、これ、はいはい、これが、ブラックガーネットツートンインテリア。そうです、はい、うん、このガーネットというかちょっとこうワイン色の、うん、そうボルドー系の、はい、ボルドー系のステッチと、ステッチと、はい、はい、うん、このレザーとシートもすごいっすね、はい、ほぼ全面パンチングじゃないですか。そう、当初新車でオーダーするときに、はい、ベンチレーションシートが欲しいということだったので、はい、この一番、オプションとして高いシートなんですけど、はい、金額的に、はい、これを入れて、ベンチレーションシートヒーター、シートヒーターも両方ついてる、両方ついてます、はい、本来だとこれがオプションなんで。そうです、はい、はい、
でつけないと見た目だけになっちゃうってことですよね。そう、はい、っていうのと、はい、この一番高いシートを選ばないとベンチレーションがつけられないんですよ、はい、あ、そうなんですか。そう、この下 の、はい、あのパワーシートレザーシートってあるんですけど、はい、それはシートヒーターしかつかない、はい、あれそれなんかの車でもそうですよね。そうです、ポルシェ系はみんなそうですね。カイエンでも911系でも多分年式とかいろんなグレードの違いはあるかもしれないんですけど、はい、基本の考え方としては、はい、一番高い金額のパワーシートを選ばないとベンチレーションがつかないっていうパターンがよくあります。なるほど。逆に言うと一番上のシートを買ってもオプションで付けとかないと何もついてない。その通り。すごい。はい。そして調整もなんかえらいことになってます。そうなんですよ。個別に全部調整できる感じですかね。はい、そうです、はい。足元と背中、はい、両方って。そうですね、はい。全てができます。すごい。あと、はい、カメラさんちょっとここだ。多分映ってると思いますけど、はい、ありそうでないんですよね意外とね。ポルシェのオプションで皆さんつけてそうでつけてないのが、はい、このポルシェのエントリー&ドライブ、はい、まあ一般的な現代的な装備としては今当たり前なんですけどね。ポルシェエントリー&ドライブ、そうです、はい、これもオプションで13万円もするんですよ。そうなんですよ、でこれをつけないと、はい、鍵を挿してこう回さないといけないと。今現状エントリー&ドライブがついているので鍵は僕は持ってますと、はいはい、こちらですね。これでこのまま、まあ、普通の今の車です。そうです、ね、当たり前ですけどね今はね、はい、ポルシェなかなかこういう装備がついてない。ポルシェの鍵好きなんですよね僕、はい、ポルシェの形になってるじゃないですか。形になってます、はい、いいですよね。映ってますかカメラさん、大丈夫ですか。はい、でも話脱線しちゃいますけど、昔初期型のカイエンって確かスマートキーって100万円近いオプションだったんですよね、うん、そうなんですか。そうですよ、確か80万円か100万円か、あ確かこの外でガシャってやるだけで、はいはいはい、だからそれから考えるとなんかこう良心的な感じしちゃいますか、金額になったのかなっていう、はい、でも別にバカにするわけじゃないですけど、はい、日本車ってすごくて日本メーカーってすごくて、はい、何にでも今ついてるじゃないですか。ついてますね、それが素晴らしいなと思いますね。確かに、うん、そしてドアの内張りもなんかめっちゃ豪華でして、そうですね、全部レザーっすね、はい、すごい。ここはカーボンで、やっぱりポルシェといったらボーズですね、サンドシステムがついてると、はい、うん、はい、はい、オプションです。オプションでございます、はいはい、ちょっと乗ってみてもよろしいですか。どうぞ、はい、僕実は、はい、実は最近乗ったんですよ。何を？マカン、マカン S かな。あ、そうなの、はい、へえ。いや、いいっすね、うん、ちょっとシートこれって、うん、これはこの足元ですよね、うん、これって背中の、うん、動かないんじゃない、エンジンかけないと。あ、そういうことですか、うん、いや、あの、なってる、あー、はい、ここっすね、うん、はい、そしてこれが背中の、あ、そう、丸いのが、そう、はいはいはい、うわ、めちゃくちゃいいじゃないですか、うん、はい、あれ、これいくつだっけな、乗ったやつこれついてなかったっ、 16A、 うん、もうこう、サイドサポートがこうギューッとこう、そうです、そうです、閉まってくる感じで、うん、もうめちゃくちゃスポーティーなシートにもできるし、こうすごくゆったりなシートにもできるっていう、うん、はい、クッション柔らかいしね。そうですね、うん、割とウレタン柔らかめっすね、うん、はい、と思います。そしてシートヒーターとかどこついてるんですか、うん、これシートヒーター、はい、はい、あ、こっちなんですね、はい、うわ、なんかめちゃくちゃこの辺豪華っすね前のボタンのマカンSこんなにボタンついてなかったっすよすごいでしょ、ボタンすごいでしょ、はい、ボタンほとんどついてなかったっすよすごい、うん、そうなっちゃいますよね。なんかほら、はい、見た目だけで言うとシートヒーター、はい、あとベンチレーション、はい、ここついてるついてないだけでもすごく見た目が変わってくるので、この車はエアサスだったりとかするので、はい、足のこの車高の調整とかもねついてますので、なるほど、うん、はい、そしてメーターはちょっとなんかポルシェ共通のデザインな、うん、まあさすがに5連じゃないですけど、そうですね、はい、はい、3連の視認性の高いアナログメーターで、うん、ハンドルこれカーボンになってますね。そう、カーボンなんですよ、はい、オプションの、これもオプションなんですね、はいはい、めっちゃ質感いいですね、うん、はい、ちょっとこの握るところは薄めのレザーで、うん、上下がカーボン、はいはい、そしてこの辺はパドルはもちろん、うん、はい、アルミですね、アルミですね、はい、なんですかね、あの車 の、はい、あの特性を気にしてるんですかね、なんとなく思いのほかパドル小さくないですか、はい、あ、そうですね、意外と、はい、まあ、スポーツカーじゃないからって言われればそれまでなんですけどね、ちょっとそこが このぐらいまであるやつとかありますもんね。そうそうそう、もうちょっと大きくてもいいんじゃないかなって、確かに、ちょっと僕個人的には寂しいポイントでした。はい、はい、そしてこのコロコロが、うん、はい、これ僕好きなんですよね、はい、はい、使いやすいですよ使いやすいですね。そしてライトのスイッチと先ほどのそのキーと、うん、はい、
これエマージェンシーの時は抜くんですよね。そう抜きま す, ですよ、ね、うん、はい、だとナビ周りと、はいはい、今回はカロッツエリアのナビが後付けされてると。そうなんですよ、はい、出てくるやつですね。そうです、はい、でスポーツクロノス、はい、はい、スポーツクロノスついています。そして、うん、意外や意外、マカン、これ多分日本仕様だからですか。これ何ですか、どういうことですか。これなんかこうものすごく社外感があるじゃないですか、プラスチック。いやこれね、あのそこは照らすんですよね。そう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 、はい、照らすっていうか、よく見るってことでしょ。ですよね。そう見える、はい、要は日本の多分キノコミラーの規格に合わせるのに、うん、多分これつけてんじゃないかなと思うんですよね。へえ、なんで違う。要は車のサイズで、うん、あの車高だっけな、うん、サイズでもう、うん、そうだ、車高、助手席のタイヤのところが見えないとダメなんですよね。そうダメなんですよ、はい、だから例えばハイエースみたいなバンとか、あと四駆の車とかってもうみんなこういわゆるキノコミラーがついてる。そうですね。でついてない車に関してはカメラつけて見れるようにしないといけないんですよ、ね、そうです、はい、でその関係で多分日本仕様だけじゃないですかね。あ、このミラーがってこと。多分日本純正の多分、あ、そういう、ね、どっか多分社外のやつを多分つけてんじゃないかなと思うんですよ。あ、なるほどね。ものすごく違和感ないですかこれ。だってプラスチックの質感とか。あ、そう初めて言われましたね、はい、もう全然気にしてなかったですよ。この間ポルシェマカン改装した時に、うわ何このミラーと思って、うん、わざわざあの、そう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 、うん、あの最近流行りの液晶ミラーに交換してるんかなと思ったら、そうじゃなくて、そういうことですね、その助手席の足元が照らされてたんで、はい、見えるようになってたんで、あ、多分これ日本仕様でこうついてるんだ。そういうことですか。そうそうそう、あ、僕当たり前のようについてるのが当たり前なんで一切違和感を思わなかったです。そうじゃないかなと思う。分かんないです、分かんない、うんうん、調べないと分かんないです。多分そうじゃないかな、はい、だから結構クライスラーの車とか、うん、あのちっちゃいモニターがドアに埋め込んだってありますよ ね、 こっちね、助手席の足元見えるようになってたりとか、うんうん、多分この辺はそうじゃないかなと思います。あ、なるほど。で今回レーダーと、はいはい、これは、はい、カロッツエリアのナビの、はい、あのスカウター機能カメラですね、はい、がついてると、はい、うん、はい、です。でこの辺もなんか、はいはい、サンルーフのスイッチとライト周りのスイッチですね、はい、サンルーフも、うん、オプションのパノラマ、はい、スライディングルーフがついてます。いやーいいっすね、開放感が、はいはい、最高です、うん、はい、そして全部これ天井ピラーもアルカンですか。そうです、これアルカンですね、うん、贅沢です。中めちゃくちゃ贅沢っすねこれ、はい、すごい、うん、バイザーも、はい、ちょっとちっちゃいカードホルダーなんかもついてて、はいはい、え、これ LED なのも全部あれですか。これは後から全部やってますね。あ、そうなんですね、はい、わ、すごい、抜かりないですね、うん、抜かりないです、すごいです、はい、ちょっとどうしましょう。あとこの辺も置いておきますか。はい、アームレストの中は、うん、はい、意外にちっちゃい、うん、はい、あ、でも取れるんですね。取れるんです。ああ、なるほど、はい、でシガーソケットと、そうです、ちょっとした小物ぐらい入りそうな、でトレイを入れてもらえれば2段で使えます。ああ、なるほど、そういうことですね、はい、うん、あ、でケーブルとかがここから出せるってことですか。そうです、そうです。あ、なるほど、はい、ドリンクホルダーと、はい、ここにもシガーソケットと、はい、はい、これ何いるんですか。灰皿ですか。灰皿ですよね、うん、未使用、未使用、未使用ですかね、未使用、全く、はい、未使用です、はい、はい、でパーキングと、で、はい、先ほどもちょっと触れた豪華なこの、うん、ね、スイッチ類と、そう、はい、うん、でエアコンも独立なんですね、当然。そうです、はい、独立ですけど、はい、このシンクロモードがありますから、はいはいはい、一緒に使うこともできる。大丈夫です、はい、内装が本当にすごい、うん、ダッシュボードも全部レザー、うん、こっち側もレザー、ね、こっち側、あ、これ、あ、でもレザーか、こっちボーヒーすか、でプラスチックではないです、プラスチックではないです、はい、でここはもう思いっきりレザーで、そうですね、ステッチで、うん、はい、でこっち側もカーボンのパネルが入ってて、はい、うん、わあ、で、はい、ここにケーブル類、そうです、ケーブル類と、ナビのケーブル類があると、うん、はい、はい、あと ETC も入ってます。なるほど、いやすごい、めちゃくちゃ豪華なインテリアです、うん、はい、そしてこの辺の操作系は、うん、もう定番というか、そうですね、はい、でこれちょっとだけ、はい、これなんですか、あのレーダークルーズです、ね、あ、はい、はい、なので距離の調整もついてると。じゃあない車はこれがそもそもこれごとないってことですか。そうです。あ、なるほど、そうなんですね、はい、うん、でこれハンドル、これね、あ、そう、ツッチ、あ、カメラマンさん、動画と、そう、撮っといてこれね、違うの、違うのこれはでも分かんなくないですか。でしょ、
だからポルシェのあるあるで、はあ、初めて乗った人ってこれを触った時に、はあ、電動スイッチに思えないから、はあ、おぼっきり下にやっちゃうんですよ、はあ、やりました、はいはい、破壊します。気をつけてください。これは電動のスイッチです。手動風電動、そうだからね結構やっちゃいます、はあ、ポルシェあるあるです。なんで動画でしっかり映しておいてください。はい、これはね、放送事故が起きるところです。そう、危ないです。いや、この内装とこの装備なんで、はい、電動だろうなと思ってこう触ったら、あれ、あ手動からもって。って思いますよね、はい思います。スイッチの形状でね。なるほど。はい、注意しましょう。結構じゃあ可動域も、すげえ出ますね。結構動きますよ。シートも可動域広いし。え、じゃあめちゃめちゃこうレーシングポジションにもできるじゃないですか。できますできます。いいな。うん、いいです。はい。いやちょっとこの間乗ったマカン S よりだいぶ豪華ですよ。あ、そうですか、はい、うん、オプションでこんな違うんですね。いや全然違います。ものすごい金額のオプションが入ってるんで。すごい、はい、やっぱりじゃあグレードよりかもオプションで車を選んだ方が幸せになると。ポルシェは間違いなくその内容で買ってください。なるほど、オプションの内容で、うん、でも東京店のものは全部厳選してますから、はいはい、オプションも充実してると。そうです、はい、間違いない。いや、でも意外や意外このペダルはなんか普通のゴムペダルなんですか。そう、普通になんかステンレスのカバーとかついてるかと思いきや、そうですね、意外にこの辺はすっきりした感じなんですよ、はい、うん、はい、そして今エンジンをかけてみたんですけど、ナビはこの使いやすさの定評のあるカロッツェリア、はい、これは VH0999、はい、うん、こちらが、はい、ついてございます。あとナビ周りとか、ナビじゃない、エアコン周りと、はい、はい、これって何ですか。これは、はい、ちょっと押してみてください。こっち、うん、あ、ここがついてますメーターの。これあのこれですよね、はい、あの SUV で多いじゃないですか、はい、そのこれ以上速度出さないっていう、はいはいはい、リミット、はい、それの操作のボタンです。あ、そうなんですね、はい、これなんで前かがみなんですか。え、だから傾斜とか、あのクロスカントリーモードって言ったらおかしいですけど、なんていうんですか、はい、これ以上速度出ないようにするとか、はい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 、ゆっくりこう、そうですそうです、この車でそういう使い方は多分ないですね、はい、カイエンでもついてますけど、ね、必要ないですね。なるほど、はい、そうっすよね、四駆だから、まあ、本来というか本当はね、はい、そうですね、車のスペック的にはそういうこともできる、できると、はい、なんかシャーシは FF ベースなんですよね。そうです、はい、けど2対8ぐらいの、うん、割合までできる結構優秀な、はい、うん、あの四駆のシステムが入ってるんですよ。そうです、はいはい、やっぱりそこは巨大組織ワーゲングループからこう来てるアウディの技術、アウディの、イレーノのワーゲンの技術、イレーノの、はいはい、いいとこ取りだったりするっていう、うん、ですね。あ、これステコンちゃんと全部つなげてあるんですか。繋げてあります。バッチリじゃないですか、はい、これ星ボタンは自分の好きなのを入れないんですよ、うん、でしょうか、はい、はい、ポルシェで今一番売れてる車ですもんね。そうですね、ですよね、うん、ポルシェの全販売台数の約4割がマカンなんですよね、うん、はい、そうです、はい、カイエンと合わせると7割ぐらい、7割ぐらい、はい、でも ほぼほぼ SUV が占めてる、うん、ね、うん、はい、続いてリアも乗ってみたいと思います。よいしょ、リアも同じくレザーの、全部レザーですね、はい、そうですね、はい、うん、でカーボンのパネルもリアもちゃんと入ってて、はい、うん、ちょっと乗ってみたいと思います。あ、リアも結構な面積パンチングっすねこれ。そうですよ、すごい、あのすごく高級感が、あ、そして意外にウレタンというかこのクッション柔らかい、柔らかいでしょ、はい、あのなんとなく気がつかないですか、言われなきゃ分かんないか、はい、あの今まで乗ってきた車って、はい、ツッチーと僕2人でこうやってインプレッションというかご案内してるじゃないですか、はい、意外とフロントシートとリアシートの硬さって違くないですか。あ、確かに。でもこれなんか近くないですか、なんか近いです、フロントシート触っ、はい、あの座った感覚でリアシート、はい、同じ感覚ですよね、はい、いいか悪いか別として、このクッションの感じが、そう、はい、そしてなんか見た目このすごくレザーがパリッとしてるんで、はい、硬いかなと思いきや、はい、意外に柔らかい、うん、いい感じですよね、はい、いい感じです、柔らかすぎず、はい、うん、そしてリアも独立のエアコンで、はい、そうなんですよ、はい、これもオプションの、はい、3ゾーン、
はい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 、カイエンとかそうパナメーラだと、はい、リアも分割で、はい、オプション4ゾーンっていうのがあるんですよ、はい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 、シートごとにってことですね。そうですそうです、マカンは、はい、後ろは、一つの、設定なんで、はい、オプションで選んだとしてもこの3ゾーン。ああなるほど、はい、まあ、空間的にもそんなに広くないですからね。いや必要ないですよね、はい、そんなに、はい、4ゾーンまでは、はいはい、そして座席僕がフロント今乗ってちょうどいいぐらいにしたんですけど、うん、まあまあ乗れます。そうですね、はいはい、でここもちょうどこうへこんでるんで、うん、そんなに窮屈さはないかなと、はい、ただちょっと天井はやっぱりこのシルエット的な、そうマカンってそうなんですよ、もともとルーフが低い車なんで、はい、そこにパノラマスライディングルーフがついてるんで、あ若干より立ってるんですね。そう、はい、ついてない車に比べれば、はい、どれぐらいだったかな、2センチぐらいだったかな、はい、天井が低いんで、そういった圧迫感はありますね。ちょうど僕175センチですけど、ちょうど髪の毛がちょっと当たるかなぐらいです。それ身長じゃなくて座高じゃないの。座高ですかね。そうだよね、座高はちょっとズバ抜けて高いんですけど、うん、そうだよ、およそそうだと思う、はい、そしてこのサンルーフの開放感すごいっすね、これ、ね、リアまでこうガーって、うん、で、こっちにドリンクホルダーと、はい、はい、なんか、はい、よいしょ、はい、そしてアームレストを倒すと一応真ん中にドリンクホルダーが、はい、うん、ここにドリンクホルダーじゃあ、まあ、まあでも置けるか、うん、置いたら置けないですよ。そう、はい、やっぱり BM みたいにできればここに出してほしくないですか。はいはい、あ、そうですね、そうですね、ここ欲しいですね、うん、こっちに欲しいですね。そう、なんかこう設計的にコンパクトで複雑化しないっていう意味ではありなんですけど、はいはいはい、ここに何かドリンク入れてて、はい、ってなりますよね。アームレスト使えなくなっちゃいますよ、ね、意外と、はい、気使っちゃいますよね、使うの。確かに確かに、なんかこうなんていうんですか、 SUV っていうか高級車のリアシートに座ってるって感じですよね。ああそうですね、うん、なんかそんな感じがします、シートと。そう、この適度な狭さというか、うん、はい、なんか見える景色がアルカンタラルーフでこう、はい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 、フロントシートのこのレザー張りが見える、まね、はい、はい、もう完全にここまで綺麗にレーザー貼ってあるから、はいはい、それを見るから高級車に乗ってるっていう感じなんですかね。確かに全部レーザーですよね。うん、そうですね、すごい、だって後ろここまで捨てちゃってますよ、はい、なんと贅沢な、すごいですビーピラーカバーも全部あるかなって。そうです、うん、めっちゃ高級車ですね。はい、抜かりはないです。すごい、こんな感じのリアシートでございます。ちょっとじゃあ続いてトランクを見てみたいと思います、うん、トランクはこれ、うん、どうやって開けるんでしょうか。開け方知ってました。あ、今発見したでしょ、実は今発見したでしょ、はい、まあ、まあ気がつきますよね、大体ね。そう、なるほど、うん、ここかと思いきやちゃんとワイパー。そうですね、はい、ちなみに、はい、これは、オプションというか、はい、これ何ですか、後から載せたものです。でも一応わかんないですよね。そうです、そうです。日本では発売されてなかったようなんですけど。あ、そうなんですか、はい、これだけ、はい、輸入というか。あ、なるほど、はい、取り寄せして引きました、前のオーナー様が。そして意外に狭い、うん、はい、うん、まあ、ボディサイズがこれのサイズなんで。そうですね、そんなにうわ広いなっていう感じではないですけど、まあ、必要にして十分かなだと思います、はい、スーツケース2個ぐらいは、うん、は入ります、はいはい、ゴルフバッグは斜めにするか長物は抜いていただければ、はい、3バッグはいけそうですね、はいはいはい、あとはまあシートを倒していただいて。そうです、トランクするというか、まあ、うん、フラットにしてもらってっていう。そうです、トランク抜いてもらえば長物もいけます。この下は、はいはい、これが、はい、これがオプションの、はい、ボーズサウンドシステムのウーハーというか、はいはい、入ってるんですね、システムがついてます。なるほど、はい、だからボーズを選んでなければ、はい、これはついてないです。あ、じゃあ丸々下がこう、そうです、フラットになります。はい、なるほど、うん、で、あとは、はい、なんかこういう気遣いが、そんなところもちょっとした収納的なあるんですね。そうです、そうです、はい、うん、そしてこのボードも外れるんですよね。外れますよ、はい、うん、なるほど、うん、あ、分かった、分かりました、はい、撮影前に確認しましょうって言われてるんですよ、うん、はい、一応ここのボタンで車高の上げ下げもできるっていう。そうですね、はい、多少こう荷物の積み下ろしが楽になります、はいはい、あ、うん、結構わかりますね。そうですね、はい、でもまあ車高下げてあるんで、はい、こういう感じではないではないですね、はい、なんかセダンに近いですよね、高さはね。もうほぼほぼ、そうですね、あんまり、そう、むしろ楽かもしれないですよ、開口部広いんで。確かに確かに確かに、うん、す
えがあってもなかなか良さそうです。はい、そして電動なんでポチッと、うん、いや高級車ですね。そうです、本当に。あの何気なく、ね、何気なくこう閉めるじゃないですか、はいはい、でこう途中車屋さんじゃないですか、はい、これ分かります、これ何か、これ、うん、押すと閉まると同時にロックされるんですよ、うん、あ、はい、よくできました。これメルセデスとかもついてますよね、はいはい、最近のメルセデスもつけましたよね、もともとはこれしかなかったんですけどね、はい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 、最近はこっちもついてます、はい、だから閉めた後いちいちロックしないで、そうですそうです、 OK ってことですよ、うん、その通りです、はい、一歩間違えるとインロックしちゃうっていう、その通りです、はい、気をつけましょう注意しましょう、はいはい、続いてボンネットをちょっと見てみたいと思います、はいはい、ボンネットがまたあの開き方があの可愛いというか、はい、かっこいいというか、あ、ちょっと僕ミニのメカニックだったんであれなんですけど、ちょっとミニっぽいっすでしょ、はい、うん、よいしょ。でマカン、こちらのお車もマカンターボなんで、はい、3リッターのツインターボで 3.6 リッターですね。あ、3.6 なんですか、はい、3.6 でしょ、3.6 なんですよ、はい、本当だ、3.6 って、はい、なんで何回も聞かれたの、書いてありますか3.6 です、そう、3.6です、あれ予習してきたと思ったんですけど、あ、そうですか、そもそも予習が間違ってましたね、そうですね、はい、3.6 リッターのツインターボ、そうです、はい、400馬力ちょっとですよね、そうです、はい、うん、そしてボンネットなんかこうちょっと比較してあれですけどミニみたいな、はい、なんでこうなったんですかね、ちょっと理由わかんないですけど、なるほど、うん、すごいね、はい、あれこう開くのってマカンだけですか、とマカンだけですね、そっか、うん、だからフェン、普通で考えたらほらフェンダーがあって、そうで、ね、で海縁もここだけこう、ここで切れてますよね、そう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 、はい、でそれをもうこうフェンダー、アウターフェンダー、外反部分もフェンダーのアッパー部分を兼ね備えたボンネットみたいな、はあ、うん、じゃあこれここがタイヤに被るんですね、あ、そうですそうです、要は普通だったら、はい、ボンネットがあってこういうこういうカットですね。そうですね。そうですね。そうですね。で、ここはフェンダーなわけだから、はい、ここいらないですよね。そう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 。そういうことになりますね。はい。ちょっと可愛い感じの。可愛い感じです。うん。そしてこのタワーバーすげえっすねこれ。ね。すごくないこの太いのが2本。普通にスポーツカーじゃないですか。いや本当ですよね。すごい。うん。まあ、ポルシェのこだわりなんでしょうね。なるほど。なんかカイエン乗ってもパナメラ乗っても、はいはい、マカン乗っても、はい、ポルシェ乗ってるなってなんかあるじゃないですか。独特なフィーリングって、はい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 、カメラマンさんよくわかりますよね。そう、そのまるで911の GT3 したら大げさですけど、そのハンドルの何とも言えない感覚って全てが共通してるんですよ。でも僕この間マカン S 乗ってそう思いました。本当ですか。 Q5 も乗ったことあるんですよ、うん、と思って。違うでしょ。結構兄弟車って言うから、うん、結構その似た感じかなと思ったら全然違うなと思って、全く異質の車なんで、はい、だからポルシェの個性が際立ってるんですよね、はいはいはい、すごくポルシェのなら同じプラットフォームとかなんかそういうので、うん、ここまで違うんだと思って結構びっくりしたんです、ね、僕、うん、全く違います。なんかものすごい剛性感あるし、そうですね、はいはい、なんかもういい意味でなんか操作がちょっと重たいというかこう、うん、すごくしっかりしてるのがこう、そうめちゃくちゃ伝わってくるじゃないですか、うん、はい、なんか最近の車って、はい、まあ、ポルシェも当然ついてるんですけど、はい、いろんな部分が電動のアシストをされているところがあるので、人間の感覚とちょっとこうずれるというか乖離した部分ってないですか、はいはいはい、そんな切れなくてもいいのにとか、はい、なんでここで切れないんだろうとか、はいはいはい、足の動きも、はい、ポルシェってなんかそれ人間の感覚に近いのかなみたいな、スポーツカー好きな人にとってはすごくだからハマるんですよね。なるほど、うん、その辺の味付けがうまいと、うまいと思います。じゃあ続けてちょっとマフラーの音も聞いてみたいと思います、うん、ヘジカさん、これバルブはついてるんですか。バルブついてないですよ。はい、じゃあそのままお願いいたします。はい、わあ、めちゃめちゃパワフルなサウンドがしております。ありがとうございます、はい、なんか迫力の重低音ですね。そうですね、はい、いい音ですね。レスポンスもいいし、ね、はい、まあ、チューナーらしいこうなんかあんまりこう
うん、あの行き過ぎてない感じですよ。そうですね、はい、このまま普通に乗っていただいて、ものすごく本当にパワフルっていう単語が似合う。そうですね、意外とこう乾いた感じの音がします。そうですね、はい、なんかバリバリ言っちゃう感じではないですね。そうですね、やっぱりさすがチューナーっていう、はいはい、そんなマフラーです、うん。続けてじゃあ透過類をちょっと見てみたいと思います。じゃあお願いします。はい、はい、あ、こっちがスモールです。はい、でこれがロービームですね。プロジェクターの外側が、はい、あ、そうするとそのまま上がるんです。この内側はアダプティブのやつですか。ハンドル切ると光る感じですかね、はい、でウインカーはこのバーの上が光る感じです。じゃあ全部消した時のこの4つ光るというか、このプロジェクターの中が光るのはこれデイライトなんですか。デイライトです。なるほど、はい、でフォグがこのバンパーの一番下のスポイラーの上のところですねが光るタイプになってます。じゃあ続けてリアも見てみたいと思います。お願いします。あ、スモール、意外や意外、なんか結構光る面積がちっちゃく、はい、スタイリッシュに光っております、はい、でブレーキを踏むと外枠が一周とハイマウントが光るって感じですね。でバックがこの下のところですね、リフレクターのところは光りますね。あ、リアフォグがこっちですね、はい、はい、ちょうどバックの隣が光る感じでしょうか、はい、でウインカーが、あ、ウインカースモールと同じところが光るんですね、うん、あ、なるほど、ありがとうございます。今話を整理したら大変なことが発覚しました。元のベースが1000万円ぐらい、1000万円ぐらいの車ですね、はい、マカンなんで、はい、で純正、まあ、そう、ね、そう、はい、マカンターボなんでそれぐらいです。で純正のオプションなんかが、はい、まあ、3、400万いっちゃってます。楽に、まあ、まあそうですね、さっきのちょっとずらっとずらっと見ただけで足し算してもらえば分かると思うんですけど、はい、その他にあのテックアート、はい、ワイドボディキット、ADV1、はい、アルミホイル、はい、あとは例えばブラックアウトにしているとか、各色をそうです。でいろんなことをトータルでやってみたら、はい、えっていう金額になってました。スーパーカーがちょっといけるんじゃないかと ぐらいでした。はい、だからあのファーストオーナー様とこう商談する中ですごいことになっちゃったねっていうふうに、ちょっとこうふざけてるわけじゃないですよ、ふざけてるわけじゃなく楽しんで作れた車ですね、ある意味すごく。はい、でも皆さんご承知のテックアートなんですけど、マカンでここまでやってあるお車って少ないので、そうですね、はい、認知されたブランドですけど、なんとなくオンリーワン的な感じで乗れるかなと思いますね。確かに、うん、いやすごいですよこれは早いもん勝ちですよ。そうですね、はい、いやめちゃめちゃお買い得だと思いますですね、はい、うん、いやすごい、正直言うと、はい、そのずっと僕らがこう車のこの業界に携わっていて、輸入車業界で働いていて、はい、あのある意味初めてあのカイエンが出た時って衝撃だったんですよ、はい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 、ポルシェがこんな車作るの、はい、みたいな、はいはいはい、でその時ってもう話題性とびっくりっていうので、はい、みんな舞い上がっててすげえすげえで終わっちゃったんですけど、はい、955カイエン始まって、はい、957、958ってなったって、はい、冷静に考えると、はい、最初のカイエンってひどかったよねって話になって、はい、なんとかこう、そう、そうなんですよ、はい、だから冷静に考えると初めてのカイエンって乗り心地悪いし、はいはいはい、あのパワーの出方唐突だし、まあ、トラブルは少ない、走れなくなるトラブルは少ないですけど、ちょっとしたマイナートラブルが多い。でも他のドイツ車のメーカーもそうですけど、やっぱりドイツのメーカーって学習が早いじゃないですか、はいはい、だからそれをどん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 飲み込んで吸収して、はいはい、次に、ブラッシュアップするというか、はいはい、新たなシステムを作っていくっていう、まあ、その集大成で満を持してマカンが出たのかなみたいな、カイエンのデータがいっぱい集まって、ね、はい、まあ、当然アウディの、ね、はい、データもありますし、だから悪い最初からいい車ですもんね、マカンって。確かに確かに、大体、うん、新しいこと始めるともう結構こうよく言うとこう癖が強く、そう、はい、僕ミニがまさにそうです、まあ、なるほどね、はい、うん、BMW ミニの一番最初の、うん、もう結構、まあ、こういう言い方すると怒られるんですけど結構どうしようもない車なんで。そうですよ、ね、逆に僕その癖が強いのが好きで、うん、53まで買ったんですけど、うんうんうん、はい、まあよくわかります。それ、 だそれからの流れから来るともう最初の車なのになんかものすごく完成度が高いな、うん、高いですよね、
と思います、いやこれサイズ的にも使い勝手いいし、うん、高級感あるし速いし、ね、そう、はい、今回乗ってみてはないですけど、うん、いやいいんじゃないでしょうかこれは、はいはい、想像通りに速い車だと思います、うん、すごいです、はい、ポルシェのこう何ていうんですかこう、うん、ポルシェミュージアムも行ってきたんですよ、はいはい、去年、うん、だからこうなんていうかこうポルシェのこの何ていうんですかこうヒストリー的なのも結構好きなんですよ。1990年にこう経営がこう、うん、めちゃくちゃこう経営危機に陥って、うん、92年ぐらいに社長が変わったんですよね、交代したんですよ、はいはい、でその時にトヨタからなんか5人ぐらいの技術者のなんか OB の人がポルシェに入ったんですよね、はい、そうですね。でその生産体制をガラッと変えて、うん、V 字回復っていう、そうですね、知ってますかカメラマン、はい、うん、そうなんですよ、はい、なので996と言われる911初の水冷は、はい、発表される正式じゃないですよ、正式じゃないですけど、はい、トヨタの技術が入っている入ってないってよく言われるんですけど、その人たちがポルシェに行ったからだよねって僕は思ってます、はい、だからなんとなくこうトヨタの技術もあって、はい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 、さっきの話じゃないですけど、はい、996の水冷 RR も大きく失敗はしてない、そう、そういうメーカーですね。メーカーとして、はい、やりたいことって当然ある、はい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 、ありますよね、はい、でもやりたいことが全てできるはずがなく、はい、じゃあそこのお金はどうするのとか、ね、いろんなこうあるじゃないですか、はいはい、そういうことをやっぱり経営として考えていかなくちゃいけないので、当然利益を取れる売れる車っていうのも作っていくし、でもその中でもやっぱりポルシェならではの考えっていうかアイデンティティっていうのはもう絶対譲らないっていう、はい、そう、なんかこうアウディから名前というかその側だけ取り替えた車かなと思いきや、うん、なんかしっかりポルシェだし全く違いますもんね、乗ると本当違う車なんで、その辺はね、チームもそうでしょうけど、僕もポルシェ大好きなんで、価格的に買えないですけど、これならちょっと家族でも怒られなそう、はい、そうですね、はい、今回はちょっと話がいろいろ脱線しちゃいましたけど、そうですね、はい、で最後に毎回聞いてるんですけど、はい、この車もし触るとすれば、うん、はい、もうなんか最近こう完成してる車がついてるんで、そうですね、はい、あれなんですけど、なんですけど、はい、僕個人的にはこの車を最初からずっと今日のここまで見て続けてるので、気持ち的になんとなく飽きが出てるので、はい、僕がやるとしたらまずキャリパーの色は変えます。あ、なるほど、はい、で予算が許すんであればホイールも変えます。あ、そこから始めますかね、はい、ずっと本当に長くあの東京店で、そう、はい、ずっと見てきてるんで、やらせていただいたお車なんで、そうですね、はい、まあ、やるとしてもちょっとそのイメチェン的な、うん、部分ぐらいでいいですし、はいはい、まあ、毎度おなじみになっちゃいますけど、はい、このまま乗っていただいて全然 OK な車なんで、キャリパーも赤で内装も赤であってますね、うん、そう、僕はいいと思います、はいはいはい、あえてやるなら僕だったらちょっと最近光ったシルバーにしたい、新車から出てからもずっと見ちゃってるんで、もうそろそろなんかしたいなみたいな、はい、というわけで今回はボンドカーズ東京よりポルシェマカンターボをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。